6月26日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて116円82銭安い 22,221 円33銭で終えています。116円安になりました。トピックスも昨日に比べて 8.14 ポイントの下落で 1720.13 になります。日経平均トピックスとも軟調な動きになりました。東証一部全体の6割強の1356銘柄が下落です。上昇したのは全体の3割638ということで、終始売り物が先行したというのが今日午前中の東京市場の動きでした。日経平均株価冷やしチャートでご覧いただきましょう。日経平均冷やしです。足元このように緑の25日線を割り込む日が続いてきましたが、今日はついに下髭、午前中の安いところの部分でオレンジ色の線75日移動平均線も割り込む場面がありました。とはいえ小幅な陽線と前日経にかけてやや値を戻して終わっていますので、前日経値は75日線を守っていますが、今日はこの75日線割り込むかどうかといったところが焦点となりそうです。前日経116円安でした。こうした中で、特に大きく買われているセクターですとか大きく売り込まれているといったセクターはありません。トランプ大統領が物の輸出入だけでなく、ついに投資、中国からのアメリカの IT 企業への投資も制限するという話が昨日から出ています。このあたり米中のさらなる対立がマーケット全体の重しになっているようであります。こうした中で、業績ですとかニュースで個別物色というのが午前中の動きでありました。例えば業績が良くて買われたところ、8233高島屋です。小売りは第一四半期決算昨日発表する銘柄が多かったんですが、その中でも特に強さを見せているのが高島屋でした。足元このように緑の線25日線に絡む動きだったんですが、今日は窓を開けて買われて75日線を上抜くというのが午前中の動きであります。上昇率にして 3.5% の上昇でありました。高島屋第一四半期決算が増益だったということであります。そして第一四半期時点で通期計画に対する進捗率が高めということで、通期を上方修正する可能性があると、そのように期待を集めているようです。一方で冴えなかったのが悪いニュースですね。バッドニュースが出ているところは売られているという個別物色の動きです。例えば5932建材、アルミ建材の大手の三協立山であります。こちらは業績予想5月期決算の会社ですが、集計中の18年5月期の業績予想の下方修正を発表しました。朝方一気に売り込まれまして、安いところで1330円まで売られました。ただその後下値では買い物が入っているようです。冷やしチャート自体は陽線で、じわじわと戻しているという格好であります。ただ直近のレンジに比べると大きく窓を開けて売り込まれていると。前引け段階では 6% の下落になりました。今日は米中のさらなる対立といったところがマーケット全体の重しになる中で、個別の材料で銘柄を物色していると、そうした個別物色の動きにとどまっているというのが前引けまでの動きでした。以上、午前中の取引の模様を東証アローズからお伝えしました。